7月18日木曜日、起こっていいともです、司会の加賀光栄です。今日も素晴らしいメンバーとお送りしております。まず最初に福井県立大学名誉教授島田雄一先生です。先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして皆さんご存知の、経済安全保障アナリスト平井浩二先生です。先生よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、そして番組の女神タレントの千葉玲子さんです。千葉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしく。文化人放送局からお知らせです。文化人独自取材、不可解な謎が残る安倍元総理銃撃事件ドキュメンタリー映像が17日に発売。配信はダイヤモンドクラブです。有料会員は無料で視聴できますので、ぜひ概要欄からご登録ください。8月4日日曜日は高市さん、角田さんのダブル講演会 in 北海道ということで、ぜひご参集ください。そして番組へのフィードバックもお願いします。はい、今日のヘッドラインです。トランプ暗殺未遂、解析画像から読み解く被弾の瞬間。ロシアが名指し、トランプ暗殺を扇動したのはバイデン率いる米リベラル一派。警察当局が狙撃犯を支援、シークレットサービスの中に協力者がいる。許せない、サンモニの前場高子アナ、不謹慎発言。岸田首相がペコペコしたバイデンの黒幕が暗殺事件に関与。はい、なかなか盛りだくさんなんですけれども、まあ、とにかく全世界が驚いた、トランプ前大統領の暗殺未遂事件。この件をちょっと深掘りしていきたいと思います。まず17番よろしくお願いします。はい、島田先生の X です。トランプ氏被弾の瞬間の解析画像、いかにギリギリだったかが分かる。うわ、これなんか地図にあった移民のなんかグラフかなんかを見ようとして顔をね向けて、あ、こういうこと、すごいな、うん、右を見たっつったんだよね。あ、確かに、そうそう、あの大型スクリーンがあってね、うん、そこに不法移民の数とかがこうデータで出てたんですよ、うんうん、でトランプ氏が話の中でそれをこう見ようとしてね、うん、ちょっとこう首をかしげた分だけあのそれだと、だから非常にこう正確にね、売っとるんですよね。だからこれもシークレットサービス、はい、これもこの事件があってからはね、うん、トランプ氏のシークレットサービスのレベルを、うん、まあ、A チームに上げたわけですけれども、うん、まあ、これも本当に、ね、仕事を果たしてない、うん、だからシークレットサービス、今トップの局長がね、うん、まあ、キム・チートルという、まあ、女性ですけれども、うんうん、まあ、要するに女性の比率をシークレットサービス全体で増やすっていうね、うんうん、だから本来の要人警護のためのプロを集めるっていうんじゃなくて、ポリコレのね推進の組織にねしちゃってると。これシークレットサービスに限らないんですけれどもね、そういう中であのトランプの、まあ、警護チームっていうのは、まあ、相当こう BC 級のねものを配置しとると。だからこれもバイデン政権の責任ですね、うん、まあ、おっしゃる通りですね。まあ、ということで18番お願いいたします。はい、トランプ氏スクリーンを見るため振り返り、奇跡的に死を免れた。銃撃の瞬間を初めて語る。トランプ前米大統領は保守系メディアワシントンエグザミナーなどのインタビューで、13日の演説中に銃撃され右耳を負傷した際の詳しい状況を語った。トランプ氏は銃撃の瞬間について、演説で使うデータを示すスクリーンを見るため振り返ったことで、奇跡的に死を免れたと説明した。ちょうどいいタイミングで、ちょうどいい分だけ振り返ることができたとし、一つ間違えれば、銃弾が頭部を貫通していたと述べた。銃撃直後に演説を続けたかったとも話した。拳を突き上げたのは聴衆に無事を知らせるためで、世界が見ており、歴史が審判を下すと分かっていたと強調した。はい、
撃たれて右耳ですね、負傷して血が飛んで、でシークレットサービスの人間とともにかがみ込んで、その後にトランプ氏は待て待て待てと3回言って、そして立ち上がってファイトファイトファイトと3回叫んだわけですね。それに対して聴衆たちが USA 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 って応じたというのがあの場面だったわけですけれども、問題は本当に島田先生が言われたように、シークレットサービスは本当に警護やってたのかということ、それと先ほどね解析の画像で見たように、弾丸は正確にトランプ前大統領の頭を撃ち抜いていたわけですね。でこれね、銃撃った人、ライフル撃った人、あるいは軍関係の人はみんな分かると思うんですけれども、150メートル、180メートルぐらい、もう簡単に完璧に当たります。ですから簡単な作業だったと思います。でそれを見逃してしまった警備体制っていうのは本当に、ね、信じられないぐらい驚きの、体制を取ってたと思います。でちょっと19番よろしくお願いします。はい、イランによるトランプ氏暗殺計画情報、米政府は事前に入手。米国はここ数週間にわたり、イランによるトランプ前大統領暗殺計画に関する情報を得ていた。CNN が関係筋の話として報じた。ただ CNN はトランプ氏を銃撃したトーマス・マッシュ・クルックス容疑者がこの計画に関連していることを示す証拠はないとしている。ホワイトハウスもクルックス容疑者に国内外の共犯者がいたことを示す兆候はないとした上で、CNN の報道に関するコメントを控えた。はい、これなんですけれども、イランによるトランプ氏暗殺計画ということを、この、未遂事件が起こってすぐ発表したんですけれども、これはもう関係ない話なんでね。で、彼ら何言ってるかっつったら、こういうイランの暗殺計画もあったから、実はトランプ氏に対する警護、シークレットサービス強化してたんだっていう言い訳をしたんですね。だからこれはデタラメです。で、トランプ氏も含めてテロ情報っていうのは毎日100件以上全世界から入ってるし、僕も6月28日にトランプ大統領暗殺計画が発動されたということをアメリカ筋からこう情報をもらいました。で確かにそうなんだろうと思う。で緊急事態入ってるという形で、そういう情報がいっぱい入ってるんです。それなのに、実は島根先生が先ほど言ったように、アメリカのシークレットサービスは全くトランプ氏の警備体制強化してない。それが分かるっていうところを、ちょっと今回の狙撃状況ということで、21番よろしくお願いいたします。はい、トランプ氏銃撃、30分前に警察が容疑者認識、米報道。トランプ前米大統領が銃撃された事件をめぐり、地元の NBC 系列局は、発砲の約30分前に警察が容疑者に気づいていたと報じた。救急隊員が午後5時45分に会場付近の屋根の上に不審な男がいるのに気づき、通報してその人物の写真を撮ったという。その後午後6時過ぎに発砲があった。はい、これは30分前に、警察が容疑者に気づいていたっていう話なんですけども、もうねみんなバンバン見てるんです。それと同時に3時間前に実は会場に容疑者が、金属探知機をくぐって入ろうとして、で実はそこで一回引っかかってるんですね。それはなぜかといったらレンジファインダーということで、狙撃士がこうなんていうかな、小さなカメラみたいなのを覗いて標的との距離を測る、それをなんか持ってたんで、金属持ってたんで、そこでなんでこんなの持ってるんだということで、その金属探知機のそばにいた警官が実は司令部に連絡してるんです。こんなの持ってるやつがいるとおかしいと。まず3時間前にそういうことになっている。でそこから先は頻繁に見られているし、でさらに問題となって銃撃した、建物の工場の屋根の上に乗って、ライフルを構えている、あるいは今言った距離を測るレンジファインダーを覗いている姿が全部スナイパーとかに見られて報告が入っています。なのに何一つ
やらなかった。これ全部僕書いてるんですけれども、驚きなのはライフル構えた、ちゃんと報告言ってる。そして警官が、地元の警官が階段登って容疑者のとこ行ったら容疑者がライフル向けたんで慌てる警官が逃げちゃった、それもみんな見てる。そして、容疑者が銃撃した、発砲した後に初めてスナイパーは彼を射殺するんです。どう思われますか、平井先生。これだから運よくそれたからよかったけれど、当たっていたら殺害して瞬時に口封じができますよね。おっしゃる通りです。と同時に撃たせたんです。撃たせたんですよね。シークレットサービスの最大のスナイパーの仕事は撃たせないことなんです。そうですよね。撃つまで待ってた。待ってた。島田先生はどう思われますか。これは今、バイデン政権側が、流し取る情報だよね、要するに犯人は130メートル先の屋根の上に登ったんですが、でトランプ氏の右側にいた政府側のカウンタースナイパーね、これはもう気づいててこうやってましたよね、狙い定めてましたよね。でね、で今政府側が流しとるのは、いやいや、その あの屋根にもね、政府がカウンタースナイパーを配置する予定だという話もあったんで、こっちから狙っている人、味方を撃ったらダメですからね、でそしたらすぐ確認しないといけないですよね、あの屋根に登ってるの味方なのか、その時間あったんだから、そしてね、そうじゃないというような情報が来たら即座にね、とりあえずすぐ大統領をね、演説中止して大統領安全なところに隠してくださいと、その連絡をしないといけないのに、それをやってないと。だからね、会場の警備全体をシステムとして、組んだ人間、これはもう当然ね、クビだけれども、わけのわからん言い訳をしてるね、シークレットサービス局長キム・チートルという女性、これ、いや、なんで、でそこにね、向こうの方に配置しなかったのは、いや、屋根が斜面だったからと、ちょっと待ってください。それね、23番よろしくお願いします。はい、島田先生の X です。バイデンが任命したキム・チートル要人警護シークレットサービス局長、トランプ狙撃犯がいた屋根はシャドウがありすぎて危ないので警護要員を配置しなかったとおかしな弁解をし批判を浴びている。実際政府側スナイパーがいた屋根の方が斜度が高い。例によって能力無関係のバイデンポリコレ人事かとの声に答えられるのか、これね、この発言でまたね、これ自分で矛盾を拡大してるんですよ。そうですね、つまり あっちの、ね、130メートル先の屋根は、シャドウがあったからね配置しなかったと。これ自体おかしいんですね、こっちの方がシャドウが大きいから、そしてね、シャドウがあるから配置しなかったというところに、誰か人間がいたらね、これは政府側の人間じゃないと分かるわけでしょ、そしたらすぐにそこへ駆けつけていってね、でこれそれを確保するまで大統領をね、安全なところに逃がしとけと、そういう指示をするのが当たり前なんだけれども、だからね、これ言えば言うほどね、矛盾を拡大しとる。この人物、これシークレットサービス局長の資格ゼロですからね。ゼロですね。辞職どころかね、まず解職しないといけないし、そしてこの刑事罰の可能性も含めてね。そうですね。取り調べないといけないですね、これ。島田先生ね、それでちょっと放棄させていただくと、その問題の屋根の上に登って、クルックスね、容疑者が、トランプ大統領、前大統領を撃つと、そのね、クルックス容疑者が味方なのかもしれないともしかしたら思ったというようなニュアンスを言ってますけど、味方のはずないんですよ。最初から変なやつがいるっつって何度も連絡してるんですよ。でしかもレンジファインダー、つまりトランプ氏と自分の距離を測るあれを覗いてるわけです。それでレンジファインダーなんて覗いてるぞと、あいつは誰だっつって連絡してる。これね、カウンタースナイパーでシークレットサービス側だったら別にトランプ氏のね距離を測りさせないわけで、トランプ氏を撃つことはないんですから、で全くデタラメで、その中でですね、これちょっとここでね前後しちゃうんですけど、僕はちょっと驚いたのは、ロシアの、それこそ情報機関の御用、新聞っていうかね御用メディアなんですけども、スプートニク日本がこれ X 出してるんですね。この20番よろしくお願いいたします。
はい、トランプ氏暗殺を潜在的に呼びかけていたのは米国リベラルら、米国のトランプ氏の政敵、メディア、有名人らの口からは、ここ数年何度もこうした危険な事態を匂わせる戦場的な発言が聞かれていた。加賀先生です。危ない。次にバイデンが狙撃されれば、米国は 100% 内戦状態に突入する。はい、これね、僕はとんでもないこと言ってるように聞こえるんですけれども、実はですね、15日付で、FBI と国土安全保障省がですね、追加攻撃や報復攻撃の危険があるということで、全米州や主だった地方当局者にそういう警告の警戒せよという報告書も配布してます。つまり何を言いたいかって言ったら、もう一度トランプ氏が狙われる、あるいはトランプ側の報復でバイデン大統領側が狙われることもある。この2つを気をつけろってことをやっています。そしてスプートニクが何言ってるかというと、さすがね、アメリカのことをずっと調べてんだなっていうことで、ちょっと長いんですけれども、要はずっとバイデンサイドがトランプをやれというふうにずっとそそのかしているじゃないかということを列挙しているわけですね。で、例えば暗殺未遂の行われる1日前にバイデン氏は、ここですね、保守派の推進するグローバルリセット計画のプロジェクト2025というトランプを結びつけ、これをアメリカ史上我々のコントロールシステム、我々のプライバシーの自由に対する最大規模の攻撃と語っていた。要はこれを潰せって言っているわけですね。これヘリテージ財団がやってるやつで、要は、トランプがもう一度ホワイトハウス復活したらこういう政策をやります、あるいはトランプにその忠誠を誓わないやつは全員クビだと、で新しい職員入れ替えるみたいなことをやってる。でもトランプは俺とこれは関係ないということをもう明言してます。あるいはアメリカ女優のリ・デラリア氏は7月1日、バイデン氏に対しトランプ氏殺害を呼びかけていた。ジョー、あんたは合理的な男じゃない、あれは編集、トランプはヒトラーよ、これじゃ1940年じゃないの、あいつを始末するのよ、うん、と言っていたというようなことで、このね、例えばジョージ・ソロスの息子も実は、この息子のアレクサンダー氏などは弾痕のあるガラス窓と47ドルを写した意味深長な写真を X 上に何度も公開していると。それはどういうことかというと、47という数字はトランプ氏が本選挙で選ばれた場合に就任する第47代アメリカ大統領を示していて、写真はトランプ氏の暗殺をほのめかしている。つまりこういった形でそのアメリカ国民、あるいはそのバイデン支持者たちをトランプを攻撃せよというふうに扇動してたんじゃないかということを言ってるわけです。で、ここでね、もう一度振り返ってもらいたいんですが、2022年 7.8 奈良の事件、安倍さんが倒れた時、この時も実は安倍さんなんてやられてもいいじゃないかみたいな世論がものすごい吹き荒れてましたよね。覚えてらっしゃいます？覚えてます、ね、だから状況は全く一緒なんですね。で、しかも警備をする警察当局がわざと穴を開けている、わざとやってくださいみたいなことまでやった。島田先生、どう思われますか？このバイデンの発言で一番問題になったのがね、はい、トランプをブルーズアイに置けというね、要するにお牛の目、これ要するに標的のね、ライフルなんかの標的のあれをブルーズアイというわけですけれども、うんうん、これに関してはバイデン自身がね、この事件の後に、うん、発言はまずかったと言っとるんですよ、うん、だけどね、この一般的にね、トランプはヒトラーだと、トランプ支持者はナチスだと、うん、もう言いまくってましたよね、はい、ということは、うん、連中はホロコーストをやってくるんだと、うん、だからやられる前にやるのがね、正当化されるという議論になるわけですよね、うんうん、でね、これトランプ側の報復でバイデンがやられるんじゃないかなんていうのは、うん、これバイデン側が流しとる偽情報でね、そうそうそう、なぜならトランプはバイデンが相手の方がいいんですよ、うん、おそらく勝てるからね、うん、でバイデンがやられてミシェル・オバマとかそんなのが出てきたらね、読めなくなるんでね、うん、だからこういう偽情報を流すっていうあたりはね
偽情報というか合理的じゃないね、うん、話に流すっていうのも、うん、非常におかしいしね。ただね、まあ、ただね島田先生ね、問題はアメリカがこれまでここまで、まあ、大統領選挙をめぐって大混乱に陥った、うん、この状況の中で確かにトランプ氏側にものすごく英雄としてのねこう支持が集まるっていうことも確かなんですけれども、うん、この混乱状況をさらに混乱させるために別にトランプ支持者の報復でなくてもいいわけですよ、うん、海外の工作員だっていうことってあるわけですよね。あのね、まあ、実際にはないと思うけれども、うん、合理的に考えるとね、うん、今民主党側はバイデンに降りろということを事実上ね、うん、はっきり言ってる人もいるし、はい、ほのめかしてる人も どんどん増えてるわけですよね、うんうん、だけどこれはバイデン自らが降りると言わない限りね、うん、もう予備選で変わっちゃってますから降ろせないと。そうですね。じゃあ降ろそうとしたら亡き者にする以外ないっていうね、うん、合理的にはそうなんですよ、うん、だから民主党側がね、自分たち選挙で負けないためにバイデンをやっちゃうというのはね、うん、これないと思いますけれども、うん、これは合理的なね、まあ、可能性としてね考えられないことではないんですよね。まあ、そこまでどうこうといういや怖いのはですからあれですよ、ロシアの工作員だったり、うん、中国のねものすごくいろんな連中が今アメリカに移民のねあの渦の中に紛れて、うん、軍関係者が入ったりしてアメリカ内部で例えばその自動小銃を撃つような訓練をやってたりとかいうような事例があって、うん、どうも不法移民をまとめて治安撹乱のいろんな騒ぎを起こすんじゃないかっていう FBI の懸念情報も流れたりしてるわけですから、ちょっと本当に何が起こるか分からないぐらいアメリカちょっと不安定なね。これ一言だけ言えば外国でね、うん、トランプ暗殺の動機をはっきり持つのはね、うん、イランと中国なんですよね、うん、ロシアはね今回はね面白いことにねこう何かって必ずロシアの陰謀というふうにね、うん、民主党が言うでしょ、はい、今回できない。なぜならトランプはロシア・ウクライナ戦争を調停すると言ってるわけで、うん、でプーチンとしてはねある程度ウクライナの領土を取ってる状態で、はい、とにかく戦線膠着したところで停戦しようっていうのは、まあ、ありがたい話なんですよね、うんうん、だからロシアはその トランプをね亡き者にする理由が全くない、うん、バイデンの方はダラ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 ね、うん、ウクライナに支援すると言ってるんで、うんまあ、ロシアにとってはうっとうしいわけですが、うん、でトランプはね自分がまた復帰したらイランには徹底的に制裁かけるってことをね、うん、言ってるわけですよ。ますね、だからそれ中国も、うん、ハイテク分野のサプライチェーンからも完全に外すってことを言ってるわけでね、うん、でこの2つの国は動機はありますね、はっきりね、うんうん、平井先生はどう思われますか。そうですね、やはり中国っていうのはすごく今島田先生の話聞いててあるなと思ってましてね、うんうんうん、やはり今まあ第一次の、ねうん、トランプ政権でピーター・ナバロさんが活躍されて完全に今中国に対してハイテク技術のを出さない、うん、なぜなら中国はハイテク技術を軍事転用して、うん、そしてアメリカ軍に勝つことを計画してるからなんですね、うんうん、だからこれは安全保障上の理由から出さないよと、はい、それをもうバイデン氏も負傷部署をとにかく引き継がざるを得ない状況になってますよね、うんうん、それ考えると確かにロシアではなくて、うん、あるとしたら、うん、中国は十分あるなと今思いましたね、うんうん、ですからまあこれはねある意味での安全保障問題でこういった危機的状況になった場合に最悪のケースを想定した上でね対応するというのは当たり前のことで、その最悪のケースっていうことで考えられるねいくつかの可能性ってことを今ね島田先生含め平井先生含め僕らでちょっと話したわけですけれども、つまりそれぐらい何があってもおかしくないような状況に今アメリカ自体が入ってるんだっていうことを僕はこの番組見てる皆さんにもねちょっと理解していただきたいと思います。でさっきね、はい、CNN の流した、うん、要するにイランの暗殺情報があったからね、うんはい、警備を強めてたんだと、うん、これも政府側が流しとる話ですけど、じゃ、うん、警備強めてあの程度かと、そこなんですよ、ね、だからね、うん、要するに言ってることがもうどん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 矛盾を拡大しとるんですよね、これね、うんうん、いやですからこれは本当に神がかり的な偶然でトランプ氏は右を向いたから助かったわけで、これ間違いなくトランプ氏を撃たれてたんですよ。ですからそこまで綿密に実は計画が練られたもので、
でしかもそれは誰がどう見ても客観的に見ればシークレットサービスは協力している、間違いない。ただしそれは言えないだろう。ですからその志村先生が言われているように、このトップ含めてね、逮捕してがっちりやって背後関係を明らかにしなければ、これはそれこそね、ただ単にね、助かったから良かったですねなんて話ではないので、うん、それにトランプ氏は本当ギリギリで助かったんですが、うんうん、観客の一人は亡くなってるんですよ、撃たれてね、で二人重体でしょ、うん、あ、それだけでもね、これもう完全シークレット局長、サービス局長首ですよね、で首だけじゃすみませんね、これね、うんうん、まあでもね、図らずもね、今回のトランプ大統領、前大統領の暗殺未遂事件ということで、日本の国民の皆さんはきっとね、安倍さんの事件を思い出したと思うんですけれども、ここまでお話をしていて皆さん気づかれたように、警備当局がこの事件に何らかの形で加担していると思われても仕方がないような、信じられない状況なんだということは共通しているということだけは、僕は本当にこれ胸に刻んでいただきたいと思いますね。でその上で、これもちょっと不思議だなと思うんですが、すいません、25番よろしくお願いします。はい、薮中水戸氏有利に働く、前場貴子氏もプラスのアピールに、銃撃直後のトランプ氏に。薮中水戸氏元外務事務次官は14日TBS の報道番組サンデーモーニングに出演し、銃撃された米共和党のトランプ前大統領について、直後に拳を突き上げた様子を挙げて、米大統領選には変な話だが有利に働く可能性はあると指摘した。キャスターを務める前場貴子氏から、どういった影響がこの後に考えられるかと尋ねられて答えた。薮中氏に対し、前場氏は、すごくプラスのアピールにもなりかねないという感じがすると指摘。トランプ氏が銃撃された直後の様子を繰り返し報じられる可能性に言及し、共和党、トランプ陣営がこれで結束していくきっかけになる可能性もあると述べた。はい。これでですね、前場さんは、謝罪に追い込まれたんですけれども、まあ、不謹慎だというようなこともあるけれども、まあ、ニュース番組として公平性を欠いていると、中立公平な報道ではないということなんですけれども、平井先生はどう思われますか。いや、まさにそうですね、うん、でまさに語るに落ちただと思います、うん、こういった生番組で、うん、でパッと出てきたから、うん、つい本音がパッと出ちゃったんですよね、うん、これは前場さんの本音だと思います、うん、であと講談の部分で言うとね、はい、やっぱ翌日 の日本の報道はひどかった、うん、地上波の報道は、つまりどういうことかっていうと、うん、これだけのね、凶悪な事件にもかかわらず、うん、バイデン擁護のね、論評がすごく目立ったと私は思いますひどいなひどかったです、島田先生どう思われますか。これはあの発砲がね、やらせだったという趣旨のことを東国原なんか言ったりね、はい、言ってましたね。この薮中とかこの前場なんかもね、うん、まあ、それをほのめかしてると言われてもしょうがない言い回ししとるわけですけれども、うん、現場の状況とか見たらね、うん、やらせなんてことはありえないんですよね。ありえないですよね、うん、で少しね、この薮中氏に関して言うとね、私よく知ってるんですよ、はい、彼は日朝交渉のね、実務交渉をこのアジア太平洋局長の時に担っとってね、うん、その私祝福会の副会長なんですね、はい、しょっちゅう話してて、こいつ信用できないなっていうのを思ってました、うん、要するにね、はい、例の日朝合同調査委員会なんていうのをね、はい、作って、うん、あれまあ揉み消し委員会みたいなもんですけど、ごまかしのね、うん、それ彼直接私もいるところ、そういうことか。複数回言ってるの聞いてます。で現在ね、うんうん、朝鮮総連とべったりの日朝議連、はいはいはい、あれの顧問を務めてるのがこの薮中氏と先輩の田中議員でね、だからこれもとんでもない男なんですよ。でこんなのをやっぱりテレビが出しとるっていうこと自体がね、はい、まあ論外なんですけど、まあ彼ならこんなこと言うだろうなと。まあ、極めて不謹慎な男ですからね。大体あれですよね、サンデーモーニング自体が不謹慎ですよね。いつもなんか変ですよね話題通りになりますね。そうですね、悪い意味でですね
うん、私はあの1秒も見てませんけどあのいろんな人が話を聞いてるんですけど、ねいやその流れの中で26番お願いいたします。はい、香川先生です。三文字の前場高子アナ不謹慎発言、うん、東国原氏も X の爆発言で削除謝罪に。じゃあ次の発言はどうなのか。宮台真司暗殺は世直しとして機能した。島田正彦法大教授暗殺が成功してよかった。前川喜平安倍さんが亡くなった事件は気の毒だとは思ったけど悲しいと思ったことはなかった。はい、加賀先生、ふざけるな、テロを来賛する人物に日本を語る資格はない。結局そういうことなんですけれども、どうしてこういうことを喋っちゃうんで、こう言うんですかね。これ本音で喋ってると思うんですけれどもこれね、あの、はい、今回のトランプ氏に対する暗殺未遂、うん、はい、これに対してね、あの この連中と同じような趣旨のことを言ったね、民主党議員のスタッフ、まあ、即座にクビになりましたね。そうそうそう。だからまだアメリカの方がね、うん、あのその点意味では正常にあの機能しておると、うん、ところがこれあの島田雅彦で言えばね、はい、安倍さんの暗殺が成功してよかった、うん、これも言語道断の発言です。こんなものをなんで教育者としてね、いまだに法政大学を雇っているのか。信じられない、ね、これは法政大学の、ね、理事の連中の私名簿をね、うん、昨日あの X に載せといたんですけれどもこれは徹底追及しないといけないしね。問題視しなかったですもんね、うん、そしてね、この法政大学に年間30億円、我々の税金からね、うん、私学助成金いってるんですよ、はい、これね、島田雅彦をクビにしないんだったらね、止めるということをなんで文科大臣が言わないのか。それこそも言語道断だしね。で、前川喜平、こいつらの 蓮舫がね、もし通ってたら、うんうん、あの東京都の教育長になってたんですよ、これね。だから そして島田雅彦で言うとね、これ芥川賞の選考委員でしょ。そうそうそう。文芸春秋はなんでこんなやつ選考委員にしてんのか、もう腐れ切った会社と言われてもしょうがないですよね。おっしゃる通りですね。人としておかしいよね。おかしいですよ、やっぱりね。まあ確かに安倍さんのことに憎いとかね、やっぱ安倍がやってることは許せないんだっていうような主張があったでしょ。それはそれでいいけれども、うん、人の命がねかかった案件について、うん、こんなね機能したとかね良かったとかねいうのもこれはもう人として終わってますよね。終わってますね、うん、このね前場高子という人、確かプロジェクト X とかのね、うんうんうん、アシスタントやってましたよね、はい、あの頃を見ててね、まあそれなりのに感じのいい雰囲気だなと、うん、あの大勢そんな見てませんけど思ったりしたんだけど、うん、まあなんでこんな風になったのか、うん、あのまあ主に交われば深くなるってことかもしれませんが、はいはい、ここは千葉さんあたりのちょっと意見をねお聞きたいですけどねこれすいません千葉さんお願いしますというかちょここに今出てきたそのトランプの銃撃もそうだけど、安倍さんの死に対して言った人は、私もちょっと X で批判させてもらったんですけど、うん、いや、語れないほどもう、語る価値なくないですか。そうですね。全くそうなんですね。人出なしだよね。そうですね。うん、人出なしの一言で、うん、ですよね。悲しい。同じ、うん。日本人なのかと思いますよ、本当に。でもこういう発言に賛同する人もいるっていうのが愕然としますよね、うん、あの当時の状況で言うとね。そしてね、これ私自民党にも言いたいけどね、はい、この島田雅彦が雇ってる法政大学のに対する私学助成金ね、止めろと、うん、なんで自民党がねこれ言わないんですか、うん、文科省とかにね、うん、だからあの安倍さんを殺されたんですよ、うん、それ良かったと言ってるようなやつをね、これ自民党安倍さんの意思を継ぐと言いながらね、うん、これなんで放置したんだかね。そうですね、うん、で2年経って振り返ってみたら何のことはなくて、うん、安倍さんの意思を継ぐって言った人々がみんな安倍さんを裏切ってたっていう、結果になってるっていう、そうです。どうすんだよこの国はってね。いやだからね、あのよくトランプ氏が危うく難を逃れたことに関してね、はい、これは神がやっぱ救ってくれたんだと。じゃあ日本はあの 神が救ってくれなかったのかとそうね、あのもう言いたくないんだけ、ないんだけれども、うん、今の政治の体たらく見てるとね、はい、いやもう本当に神は日本を 見捨てたのかと、うん、言わざるを得ないようなね惨状ですよね、うん、本当そうですね。そういった中でですね、ちょっとあの岸田総理もあの首相も絡んでるような今回のトランプ
暗殺未遂事件の裏側にちょっと触れるような話を最後にしたいと思います。27番よろしくお願いします。はい、加賀先生注目、トランプ氏銃撃容疑者 CM に22年作成、米資産運用大手。米資産運用大手ブラックロックが2年前に制作したテレビ CM にトランプ前大統領を銃撃した容疑者が出演していたことが判明した。米メディアによると同社は動画の配信を取りやめ、証拠として当局に提出するという。2022年に東部ペンシルベニア州の高校の教師を取り上げた際、トーマス・クルックス容疑者が生徒として登場していた。今年3月、岸田首相は首相官邸でブラックロックのラリー・フィンク CEO と面会した。で、加賀先生、衝撃、岸田首相が官邸でペコペコしたバイデンの黒幕が暗殺事件に関与？はい、これクエスチョンマークつけてますけれども、つまり、これブラックロック、バイデン氏とももうべったりですよね。と同時にこのウクライナの戦争において一番いろんな形で儲けてるというような話もあります。そしてなぜかこの22年にそのペンシルベニア州の高校のそのなんていうかな、映像を取り上げて自分たちの CM のように流してるわけですけど、そこに今回の容疑者ががっちり映ってる、もう主要な登場人物として映っている、この奇妙な一致ということをただ単に偶然と言うべきかどうかということになると思います。そしてこれはもう平井先生にちょっと教えていただきたいんですが、ブラックロックの正体というところでよろしくお願いします。はい、そうですね、ブラックロックはですね、最近の動きとしては実は議会の圧力を受けてなんですが、中国の、ね、人工知能とか量子計算、それから半導体の開発をやってるようなベンチャー企業にだいぶ投資してたのがバレて、でこれは批判されてますよね。だってそれ禁じられてますよね。そうです、大統領禁じられてますよね。でそのきっかけになったことをやってるのがブラックロックなんですよね。でさっき申し上げたように、オバマバイデンとずっとウォール街の利益を最大化する政権としてずっと続いてきてますよね。でそこで当然ブラックロックって出てくるわけですけど、でそれだからやはり岸田総理もそういった国際金融資本の利益を最大化する、ファンドの利益を最大化するにはどうしたらいいかということをやってる人で、だから日本の若者の賃金が上がらないわけですよね。そういうことにもなってくるわけです。はっきり言って自分たちが儲けるようにやってるだけだからな。そう若い人の取り分を吸い上げて自分たちが儲けてるわけですよ。で、言っちゃうとだから、そんなようなことがね、全部走馬灯のようにつながったのと、このちょっと記事見てて思ったんですけど、このトーマス・クルックス容疑者20歳が18歳の時に出たってことですね。そうです。なるほど、なんか不思議ですね。この犯行は今回 の容疑者犯人のトーマス・クルックス、氏が前日に射撃場行って訓練をして練習をして、で当日に、はしご買って、で銃器店行って弾50発買った。つまりね、その前にどういうふうに計画練ってたのか、下見をしたのか、そういう痕跡は一切ないんですよ。でしかも当日行ってですよ、一番狙いやすい建物の屋根に張り付いて、トランプ前大統領を撃てた。計画してたのか、してた、何もしないでパーって言ってやってるんですよ。おかしいじゃないですか。おかしいですね。ですよね。でしかもなぜかバイデン政権直結のブラックロックがなぜか名前が出てきてしまう、この奇妙な一致。でもこれがいつもいつもアメリカにおけるいろんな、それこそジョン・F・ケネディの暗殺事件もそうですし、みんなそういうのあるじゃないですか。島田先生どう思われますか。
まあ、あのこれ2年前の、はい、テレビ CM ということでね、うん、あのブラックロックはその頃から計画に関与してたとは、まあ、常識的に、うん、あの思いませんけれども、うん、来年あの1月20日から多分トランプ政権になりますよね、うん、そしたら今回の銃撃事件のいろんな闇に関してね、これも徹底調査しますよ。その通りですね、うん、でね、あの安倍さんのね、うん、あの暗殺に関してはね、うん、もう亡くなって2年経つのにね、いまだに裁判が始まらない、うん、まあ、これ論外の ね、 ね、文明国とは思えない話ですよね。でそしてね、このブラックロックに関してはね、あの、まあ、平井さんにもまた補足していただきたいんだけれども、うん、これ共和党側がね非常に問題にしてるのはね、あの例のビベック・ラマスワミっていうね、あのインド系の、あの男なんかは一番先頭に立ってやってますが、うん、これね、あのバイデンの脱炭素原理主義に迎合してね、いろんな投資を投資効率を無視してね、脱炭素方面に振り向けるということをね、こうやってブラックロックだけじゃないですけれども、これがね、あの本当とんでもない話で、ラマスワミっていう男まさにね、それがけしからんから脱炭素に反対するね、その投資グループを作ったりして、まあ、やってきた人間なんですけれども、だからこの辺もね、あのトランプ政権になればね、一層あの、まあ、本当にあのアメリカ人のためになる、投資効率を考えたね、うん、あの投資やれと、うん、いう方向に持っていくでしょうしね。そうですね、うん、あのトランプ氏はとにかく全ての闇を暴くということを言ってますから、本当にでも今回、ね、助かって僕は良かったと思うし、うん、まだちょっと、ね、危ないんで気をつけていただきたい。ですみません、千葉さん、告知をよろしくお願いいたします。はい、この後はメンバー限定ライブです。ここから先は一般公開では扱いにくい情報に触れます。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。また文化人放送局アカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いします。最後にこの動画のいいねボタンのクリックもお願いします。はい、皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。